私、高井加穂は夫の直弘と結婚して2年目だ。旦那とそろそろ子供欲しいね、なんて言っているけど、今はまだそうはいかない。子供を持つ前に、ある問題は解決しなきゃいけないからだ。ああ、もう本当にまずい。よくこんなまずいもの作れるわね。どんな育て方されたのかしら。夫の母親、通称クソ止め。義実家が近隣にあるんだけど、クソ止めは家に夕飯をたかりに来て、嫌味と文句ばかり言うのだ。旦那は夜遅くまで仕事なので、平日の夕飯はいつも自分だけなのだが、トメが来るときは仕方なく、本当に仕方なくトメの分も出していた。そんなにまずいとおっしゃるなら、無理して食べなくていいですけど。何言ってるのよ。こんなにまずく調理された食材がもったいないから、仕方なくまずくても食べてあげてるんじゃないの。自分の料理下手をもっと恥だと思いなさい。毎回しっかり完食するくせに、何が食べてあげてるだ。ほんと腹立つな。私の作る料理にとにかく嫌味と文句のオンパレード。味が濃いのよ。味覚どうかしてるんじゃないの。味が薄い。年寄りだからってバカにしてるのかしら。ああ、直弘が本当にかわいそうだわ。こんな料理もろくにできない嫁なんかもらって。旦那の母親だとしても口うるさいババアはつまみ出せばいいんだけど、去年両夫さんが亡くなってから一人で食事するのも寂しいんだろうと思って、闇も文句もスルーしつつもてなしていた。もちろん旦那にはその都度トメのことを話しているのだが。まあそんなに怒ってやらないでくれよ。味の好みは人それぞれだからな。じゃあ食べに来なきゃいいだけじゃない。スーパーなりファミレスなり行って自分で好きなもの食べればいいと思うんだけど。一人で食べるのが寂しいんだよ。そこはおおらかな心で受け止めてくれ。じゃあご飯を作ってもらう人へのそれ相応の態度があると思うけど、そこのところは。まあそれに関しては言っておくけど、少しだけこらえて広い心で相手してやってくれなどと言って大して取り合ってくれず、お前が我慢しろスタイル。旦那はこれがなければ文句なしの旦那。休日は家事してくれるし、一緒にお出かけもするほど夫婦仲は良好だから。といって解決せずこのままスルーし続けるには限界がある。どうしたものかと頭を抱えていた。そんなある日、私はとある理由で出かけていて、帰宅が夕方になった。遅いじゃない。どこを突き歩いていたの。主婦のくせに遊んでるんじゃないわよ。嫁としてなってないわね。家に着くと玄関前にトメが待機していた。夕食の用意をしている時もわざわざ横に来て嫌味を言い続けるトメ。まったく専業主婦をやらせてもらってるって自覚はないのかしら。私が来た時夕飯くらいすでにできてるくらいじゃないと立派な嫁にはなれないわよ。言っておきますけど、これ以上私の機嫌を損なうとあなたのことで直弘とじっくり話し合わなきゃいけないわね。自分の立場がお分かりかしら。静かにしてもらえません。夕食作りの邪魔ですよ。何よ、あなたのために言ってあげてるのに。ひとしきり言わせた後に真顔でトメの顔を見てやると、トメは少したじろいだ後、そそくさとキッチンを去っていった。夕食が完成した。今日のメニューは魚の煮付け、きんぴらごぼうと味噌汁、漬物とトメの大好物ばかり。トメも私が何を作るのか分かっていたようで、準備の段階でワクテカした顔してた。私はそれらを自分の席のみに置き、座っているトメの前には500円を1枚置いた。いただきます。ちょっとカホさん、私の分は。口をポカンと開けて訳が分からないといった表情をしていたトメだが、少しして怒り口調で尋ねてきた。なので私ははっきり言ってやった。お母さんの分のご飯なんてありませんよ。私の料理はお母さんのお口に合いませんもんね。なのでもう作るのやめました。は？トメは驚いた顔をして一瞬黙ったけど、すぐに反論してきた。何言ってるのよ。それでもいつも残さず食べてあげてるでしょ。そもそも姑を放っておいてよく自分だけ食事ができるわね。厚かましい。ですからその500円で令和スーパーに行って何か買ってきたらいかがです。私の料理よりもよっぽど美味しいものがたくさんありますよ。な、何言ってるのよ。だいたい500円で何買えっていうの。これだけじゃ大したもの買えないじゃない。ここまで真顔だった私、にっこりと満面の笑みでトメにとどめを刺した。あら、もうこんな時間。もうすぐお惣菜の半額セールですよ。500円で十分美味しいお惣菜買えますよ。トメ絶句。その顔といったら傑作だった。このことは直弘にも言いますからね。覚悟してなさいよ。トメはそんな捨て台詞を吐き、あげた500円をしっかり持って家から出て行った。いい嫁キャンペーンは終了だ。いや、みばばあめ。今後トメにはずっとこの対応で行こうと思っている。
その日の夜、旦那が珍しく早い時間に帰ってきた。お袋に聞いたけど、ご飯出さなかったんだって？旦那が世間話のような感じでトメとのことを尋ねてきた。怒り口調で言ってくるようなものなら、荷物まとめて実家に帰ろうと思ってたけど、その心配はないようだ。そうね、今までまずいと言ってるご飯を無理に食べさせてたから、それをやめただけよ。あなたも言ってたじゃない。味の好みは人それぞれだって。どうやら私はお母さんの好みの味付けはできないみたいだから。それでも少しくらい努力してくれても。クソ止めを擁護する旦那に静かに手を差し出した。お母さんが差し上げた500円、あなたが立て替えてね。まあそれくらいならいいけど。それとあなたは私が我慢したらうまくいくと思ってるみたいだけど、そうはいかないわよ。私も人間なの。毎日嫌味や文句言われながらご飯食べるのうんざりなの。わかる？そうね。お母さんの嫌味と文句入りの録音があるから、あなたがそれを聞きながら食事するんなら私も文句言わないわ。そう言って、本日スマホで録音していたトメの嫌味と文句を再生。旦那は固まっていた。今日はこれを聞きながらご飯食べてね。私はお母さんが家に来だしてからこれを毎日聞いてるの。私に我慢を強いるなら、あなたも我慢してね。その、すまなかった。軽い小言くらいに思ってたよ。ここまでひどいと思ってなかった。言っておくけど、自分の家族を大事にしない父親はいらないからね。え、父親って？今日病院に行ってきたの。3週目ですって。月のものが来なくて、それに心当たりもあったので、今日は病院に行っていた私。そして妊娠が発覚。不思議だね。母親になるって自覚したら、いろんなことを守らなきゃって強くなれるものなんだね。そう、私も覚醒したのだ。旦那は絶句した後、顔がパーッと明るくなった。子供できたのか？やったな。そうね、私もすごく嬉しいよ。でもそれだけじゃダメだよね。これからどうしたらいいと思う？そうだな、カホの体を一番に考えていろいろと頑張るよ。うん、ありがとう。じゃあ今一番私の体に悪影響を及ぼしてる人をどうにかしてほしいな。お袋のことだよな。さっきも言ったけど、自分の家族を大事にしない夫も父親もいない方がいいに決まってるから。あなたが今までみたいに私たちに我慢を強いるなら、自分の子供には一生会えないと思ってね。カオ、本当にすまなかった。これからはいい夫になるし、いい父親になれるように頑張るよ。今までの愚行を許してくれ。これからは私たちをきちんと守ってね、パパ。私が満面の笑みで釘を刺すと、旦那は反省したようで必死に頭を下げてきた。とりあえず旦那はエネじゃなくて大丈夫そう。安心だ。まあまた同じことしたら即実家に帰る覚悟はあるので。それからというもの、あなた今夏の姑を何だと思ってるの？全くダメな嫁だことねえ、直弘。そうですね、ダメな嫁です。すいません。ちょっと何その態度は。お袋、ちょっとこっちに。いいか、作ってもらったものに文句を言うな。文句つけるなら食べるな。お袋がやってることはカホへの嫌がらせだぞ。俺の大事な嫁を傷つけるなら、この家出禁にするぞ。直弘、なんで嫁なんかの肩持つのよ。私はあなたの母親なのに。カホは俺の大事な嫁なんだから、味方になるのは当たり前だろ。それに自分の母親が嫌がらせをしてるなんて、息子として恥ずかしくてたまらない。これ以上しつこく文句言ったり嫌味言うなら、縁切りも考えてるからな。直弘さん、ありがとう。お母さん、文句も嫌味も少なくなってきたわ。そっか、でもまだ油断はしちゃいけない。いつまた調子に乗るかわからないからさ。大丈夫、俺が絶対カホと赤ちゃんを守るよ。頼りにしてるよ、旦那様。トメは相変わらず口が減らないクソトメだけど、すっかり覚醒した旦那が頑張って応戦してくれている。ちなみにトメにはまだ妊娠のことを知らせていない。安定期になるまでトメがこのままなら、生まれてからも絶対に会わせないつもりで旦那と結託済み。そう、孫に会えるかはトメ次第だ。そして私は無事に出産を終えた。かわいいな。ありがとう、カホ。うん、これから大事に育てていこうね。もちろんだ。育休も取得できたし、何でも言ってくれ。頼りにしてるよ、パパ。おめでとう、カホさん。直弘、あら、かわいいわね。お母さん、よかったら抱いてあげてください。いいの？じゃあ、小さいわね。頑張ったのね。よかったね。
おふくろ何泣いてるんだよ。赤ちゃんがびっくりするだろ。あなたもお母さんのこと言えないじゃない。その頃にはトメの闇もなくなり、すっかりいいおばあちゃんへ進化して孫フィーバー中。今は平和に過ごしている。お父さんの仏壇に報告もしなくちゃだわね。無事に生まれてひとまずは安心だけど、これからもっと大変になるわ。でも手伝えることがあるなら何でも言ってちょうだいね。そういうために近くに住んでるんだから。ありがとうございます。耐えることもあると思いますが、その時はよろしくお願いします。もちろんよ。いろいろとあった義母との関係だったけど、赤ちゃんを抱いて喜んでいる義母を見て、これからはきっといい家族になっていけると確信したのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。